おいこらバンダイ、ふざけるな。いやみんな、ジョンズおじさんだ。それではですね、あのガンダムの新作が発表されたということで、私のお気持ちですね、ちょっと表明させていただきたいと思います。まあ正直ふざけるなと思っておりますはい、そうですね、まずあの今日あのもう午前中ぐらいにこのガンダムジークアクスでしたっけ、まあ、情報が発表されまして、もう仕事中だったんですよもうね、気が気じゃなくてですね、もう仕事、もちろんね仕事にも集中してましたけど、はい、新しいガンダムかということでね、早く家に帰って情報を整理したいなと思ってワクワクしておりました。はい、まずまあサンライズと、まあカラーの、まあ、共同制作ということで、で脚本家にね庵野秀明の名前がありましたので、まあ、ついにあの男がガンダムに参入してきたかっていう感じですね。でメインが榎木道洋次でしたっけ、脚本家。なるほど、そうですね、正直に言うとあの二人かね、多分つかみみたいのはうまくできると思うんだ。だから起承転結だと起と承あたりは多分うまくの俺たちを乗せてくれると思う。なんだけど天ケツあたりでぐったぐたのボロボロになって、もう信者しか評価しないみたいな、そんな風になっていくんじゃないかなと。まあね、この30年ぐらいのあのねプロファイリングとして僕はそんな傾向を感じますね。榎木道洋次はまあ結構その僕も あの人の作品好きなのもあるんですよ。スタードライバーとか結構好きですし、だけどキャプテンアースはあかんかったな。あれは激クソだったなと思う。だからキャプテンアースのトラウマがあるからちょっと榎木戸って信用できないんだよね。まあ、五十嵐監督じゃないからなんとかなるかな。はい。で、庵野監督。監督じゃないけど今回。庵野か。そうだね。俺はやっぱ、新仮面ライダーが本当吐き気がするぐらいマジつまんなくて。で、あれってやっぱ、その、一部のその自分は分かってると思ってる、まあ、バカな信者どもが持ち上げてるじゃないですか、新仮面ライダーって。だからやっぱりそうだね。で新仮面ライダーのそのなんていうかな、世間は評価してないのに無理やり得点とか増やしてお客さんを入れさせようとするあの姿勢、すんごくなんていうか惨めに感じて。だから結局その業界そのものが庵野が関わっている作品というのは、まあ、絶対に失敗させてはならないみたいなところがあるんですよね。庵野の名前を使ってるから成功させなければならない。だからジークアクスも多分、まあ、そういった傾向でどう転ぼうともやっぱりまあ、ステマだろうとなんだろうとやっぱ人気というか、まあ、作られた人気、水星の魔女みたいにそういったものってやっぱ生まれてくると思うんですよね。はい。でまあ、肝心のこのモビルスーツなんですけど、これ一応ねジークアクスって名前でガンダムついてないんですよね。はい、まあジークアクスっていうことでこれヒートホーク持ってるんですよね。でメカニックデザインがエヴァンゲリオンの山下育人さんで、はい、そうですね、俺的にはありですまあ、正直俺メカだったら結構何でも許しちゃうところなんですけど、まあでも山下育人さんのデザインね、まあ、確かにこれエヴァっぽいなと感じるんですけど、この縦のちょっと丸みを帯びている感じとかすっごくいいなと思うんですよ。ね、最近のメカデザイナーとにかくねカクカクさせすぎで左右対称、まあこれも左右対称ではあるけど、まあ、カクカクしすぎて左右対称でつまんねえデザインとか多いんですよ。まあ、ぶっちゃけて言うとねガンダムエクシアとかあれ、まあ確かに劇中での扱いがすごく良くてかっこいいんですけど、いざ立体物で遊んでみると結構つまんないんですよね。特に左右について、腰の左右についてる GN ブレイド。あれが邪魔でしょうがない。はい。まあすいません。なんで
このジークアークス僕的には結構いいなと思うんですよ。でも俺が今回この機動戦士ガンダムジークアークスで何に一番ふざけるなと思ったかっていうと、まあ実は作品そのものよりもここなんですよ。これ2025年1月17日発売予定、ここです。1月17日って平日なんですよ。金曜日なんですよ。いやこんなんさ、まあ、絶対さ朝から並ぶじゃん。俺あのまあ金曜日ってさあの仕事なんだよ、平日だから。いやマジそこ本当にふざけんなって、もうマジさ、いや並びに行けねえじゃんって、朝買えねえじゃんって、なんで仕事休めってか、おいほらふざけんなてめえって、仕事で稼いだ金でガンダム買ってんだよ、仕事休ませんじゃねえバカ野郎。いやほんと困る。まあこれさ1月17日なんか映画をやるからそれに合わせたんだと思うんだけど、ぶっちゃけさ次の日でいいじゃん。新仮面ライダーだってさ、あの新仮面ライダーのプラモデル出たの上映日の次の日じゃん。なんでさそんな平日にぶつけてくんのって、マジふざけんなって。でもう一個ふざけ、これによって生じた俺にとっての懸念事項があって、今後ねバンダイが金曜日に新作ガンプラを出すようになっちゃったらどうしようっていう不安がすっごくあるんですよ。いやだから例えばなんですけど、来年まだガンダム、マスターグレードのガンダムビダールとか、あと RG のシャイニングガンダム、発売月は決まってるけど発売日は決まってないじゃないですか。それを平日に持ってこられたらすっごく困るんですよ。であそこはね本当俺もめちゃめちゃそれがもう怖くてたまらないんですよ。本当に買いに行けないから、平日にされたら。まだ土曜日で並ぶことにはなるけど、そのまだな並んで買えるかどうかもわからない。だけど並べるだけでも まだマシなんですよ。挑戦しに行けるから。平日に出されたら本当仕事があるから無理なんですよ。もうそれがね本当怖いんですよ。分かってくれるかなみんなこの悩み。まあそれは逆に言うと金曜日休みの人はラッキーと思うかもしれないですけど、はい。なんでね、ついにそういう発売日をね、平日にしてきたかっていうのがすっごく怖いんですよ。はい。で、まあ、怖いって言って、じゃあこいつをどうするかっていうと、やっぱり手に入れたいんですよね。で、ちょっと一縷の望みというか、まあ、一つ方法があるんですけど、転売屋から買う。嘘です。転売屋からなんて買うわけない。職場のね、なんていうかな、通勤ルートでガンダムベースをちょっと実は通るんですよ。なんで1月17日仕事が終わるのがだいたい6時ぐらいなんですけど、それが終わってからガンダムベースによって帰るかなっていう。相当数入荷してくれるとは思うんすけど、だって午前10時にあそこのイオン大曽根店が開店して、10時かな9時かな分かんないですけど、でまあなんていうの、そっから何時間かずっと多分朝から行列ができてると思うので、ガンダムベースのねこの GX の在庫が夜の6時まで持ってくれるかっていうとちょっと絶望的だなと思うんですよね。はい。なんでそこがめちゃめちゃ怖いなって、もう本当にふざけんなって思いますね。であわよくばぶっちゃけ17日ですね、その映画も見に行っていいかなと思ってるんですけど、帰りにそのガンダムベースに寄るとなると、それ買ってまた公共交通機関で家まで帰るとなると、家に着くのがもしかしたら8時とかになる可能性があって、レイトショーでギリギリ間に合うかどうかっていうところにもなるので、ちょっとね仕事終わって体力的にもっていうのもなるし、
ジークアックスの開封動画というのもね、またふざけんなっていう感じで作りたいなと思うので、どうせあのガンダムベースだから定価販売なんで、はい、またそのふざけんなってネタにできるので動画も作りたいなと思うので、まあ17日、まあ、公開初日にこだわらなくてもいいかなとは思うんですけど、そんな感じで、いやー17日熾烈ですね。いやまあ有給取ればいいじゃんってね思うんですけど、ちょっとね有給は大事に使いたいなと思う派なんで、有給っていうのはエリクサーです。はい、なんで必要な時に使います。はい、そんな感じでですね、まあでも非常に楽しみですね。まあ、なんだかんだついにガンダムにあんのが出てきたかっていう感じで、はい、まあ楽しめればいいかなって思います。はい、そのようわけで長々聞いてくれてありがとうございました。ジョンズおじさんとしてはこのジークアクスプラモ買いたいなと思っております。はい、この17日にされたのが腹立ちますね。はい、皆さんの意見もぜひお聞かせください。じゃあご視聴ありがとうございました。ではバイキュー。